バリー・ボイトはアメリカ合衆国ニューヨーク州出身の火山学者、技師である。弟に俳優のジョン・ボイト、弟にソングライターのチップ・テイラー、弟の娘に女優のアンジェリーナ・ジョリーがいる。ボイトはノートルダム大学で5年間の集中に学位プログラムを受けた後、修士課程に進んだ時には同大でティーチングアシスタントとなった。コーネル大学とコロンビア大学で学び、 1965年後半に地質学の博士号を取得した。ペンシルベニア州立大学を含めいくつかの大学で地質学教授を務めており、ペンシルベニア州立大学では1964年から退職する2005年まで教えた。ジスベリア、その他物質移動に関するボイトの論文がアメリカ地質調査所従業員ロッキー・クランデルの注意を引き、 ワシントン州のセントヘレンズ山で膨らんでいる突出部の観察を求めた。ボイトは突出部の破壊と、それに続く山の北斜面の崩壊、さらに強力な噴火を予告した。セントヘレンズ山は1980年に噴火し、ボイトの予測が当たった。その後はアメリカ地質調査所に雇われて、その噴火を特徴付けた地滑りを調査した。セントヘレンズ山での働きによって、 国際的に認知された後、その経歴を通じていくつかの活火山で研究とモニタリング活動を続けた。その対象には、コロンビアのネバドデル・ルイス火山、インドネシアのムラピサン、モントセラト島のスー・フリエールヒルズが含まれている。火山学者及び技師としての研究、出版、災害予防の活動によって、いくつかの表彰を受け、また講演者として評価されている。 ボイトは1937年にニューヨーク州ヨンカーズで生まれた。弟に俳優のジョン・ボイト、妹に作詞家のチップ・テイラーがおり、弟の娘に女優のアンジェリーナ・ジョリーがいる。ボイトはノートロダム大学で5年間の集中に学位プログラムを受け、1959年に地質学で、1960年に土木工学で学士号を受けた。 1961年にはノートルダム大学から土木工学で修士号を受けた。ボイトはその科学における興味についてノートルダム大学での恩師であるレイガットシック教授とエアハート・ウィンクラー教授のおかげだと言っている。コーネル大学で1年間学んだ後コロンビア大学に転籍し、そこでフレッド・ドナス教授の下で学び、1965年に 地質学の博士号を受けて卒業したコロンビア大学に在籍している間に学長のフェローに指名された。ボイトは1961年に教職を始め、ノートルダム大学で土木工学の修士号を求めながら大学のティーチングアシスタントを務めた。1961年から1963年、コーネル大学とコロンビア大学でもティーチングアシスタントを務めた。 1964年、ペンシルベニア州立大学地質学助教として教員となり、1978年には地質学と環境地盤工学の常勤教授となった。ペンシルベニア州立大学には40年以上も在籍し、2005年6月に退職した。同大で働きながら、最高学部と合同授業を行い、土木工学のための物理地質学と、 火山学の二つの科目を教えた。この時代に1972年にはオランダのデルフト工科大学でも客員教授として教えた。1973年にはトロント大学で1981年にはカリフォルニア大学サンタバーバラ校で派遣教授となった。2009年時点でペンシルベニア州立大学の名誉教授となっている。ボイトは セントヘレンズさんの都市粒の崩壊が噴火につながることを正しく予告した。セントヘレンズさんは1980年5月18日に噴火したボイトは1971年にアメリカ合衆国鉱山局で働くことで地質学者としての経歴を始めた。1978年、岩盤滑りと雪崩と題する地滑りに関する最初の論文集を出版した。 1980年にその2巻目を出版した後、ジスベリとその他形態の物質移動に関する研究でベンチマークとなった。1980年のセントヘレンズさんの噴火前、ボイトはロッキー・クランデルからの接触を受けた。クランデルはアメリカ地質調査所の職員であり、セントヘレンズ山で働いていた。クランデルはセントヘレンズ山の北面に現れていた。 長さ270フィートある成長しつつある都市粒についてボイトが見解を述べてくれることを期待し、地滑りに関するボイトの専門知識を求めた。ボイトは、クランデルとその仲間にあてた報告書で、その都市粒が壊れて、山の北側全体の崩落につながりうると主張していた。 その崩落が噴火の引き金になることを心配し、都質部の移動率を監視し始めることを提案した。また、地元の測量士を雇って測定を行うことも助言し、地質学者数人を怒らせた。それから間もなく、ロイトは山を離れて、ペンシルベニア州立大学の教職に戻った。噴火が起きる直前に、その予告を要約する論文を出版し、 都市部の破壊と山の北斜面の崩壊、さらにその後の激しい噴火を説明し、それがすべて本当のことになった。北斜面の直下を震源とするマグニチュード5.1の地震が午前8時32分に火山のその部分の地滑りを誘発した後、火山が噴火し、11億ドルの物損を出させ、57人の命を奪った。その噴火後、ボイトは、 アメリカ地質調査所のコンサルタントの地位を引き受けた。火山の噴火中に起きた地滑りの調査に入り、ハリー・グリッケンなど他の火山学者を指導した。グリッケンは、ボイトの初期研究の上に立って、ワシントン州セントヘレンズ火山の1980年5月18日の岩盤滑りくずなだれと題した報告書を作成した。ボイトはこの仕事で、国際的な名声を獲得し、 後に、そこでの経験を人生を変えるものと表現した。この頃すでにボイトは火山学に関する興味を増していたが、セントヘレンズさんの噴火で、ボイトの仕事を切り替えさせ、その分野に生涯を捧げる気持ちにさせた。ボイトの仕事が人命に脅威を与える、可能性がある火山の地滑りなどの現象に関する、広い関心を再活性させることに役立った。ボイトは、 セントヘレンズさんの後で他のいくつかの活火山から火山性の危険性を分析する仕事を始めた。1985年、コロンビアのネバドデル・ルイス火山が噴火して2万3000人以上が死亡したアルメロ悲劇に対し、ボイトはそれがヒューマンエラーだと非難することで反応した。火山噴火の完全に正確な予測は不可能だと考えていたが、災害に対する準備の無さと、 それを防ぐ行動を起こさなかったことが死者の数を多くしたと考えた。1986年1月、ボイトはネバドデル・ルイス火山を訪れた。これは火山の北東部が陥没しており、新たな噴火が起こるのではないかというコロンビア政府の心配に反応したものだった。監視用の反射板ネットワークを構築し、それをレーザー即距儀を使って、 時間の経過とともに反射板に対する距離が変化するかを追った。一つの反射板が多くの動きを示し、空中から大きな割れ目が見えるようになると、ボイトは避難を考えるようになっていたが、まだ動かなかった。1986年3月までに割れ目が広がるのは火山の岩ではなく氷河の一つがクリープを起こしていることで生じていることを理解した。 ボイトは火山を離れた後で大災害へのカウントダウンと題する14ページの報告書をまとめた。これはアルメロでいかに火山の危険性管理が失敗したかを分析していた。1988年、ボイトがインドネシアのジャワ島にある村ピヤまで研究を始めたとき、その存在は火山学者にもあまり知られていなかった。 スミソニアン博物館が1981年に発行した世界の火山からも省かれていたが、1996年時点でその斜面には100万人近い人々が住んでいた。ボイトは火山の中の動きを記録するケーを取り付け、火山の観察について地元の科学者を教育した。1989年7月、アメリカ国立科学財団の自然及び、 人口危険性緩和部から村ピサンでの噴火を予測するという提案に対して25万ドルの助成金を得ていた。その資金が尽きた後で一時的に研究を中断していた。1994年、この火山の噴火から火砕流を発生させ、結婚式の招待客を含め63人が死んだ。この噴火を23人が生き残った。ボイトは翌年、 村ピサンに戻り、死者と生存者のデータを比較し、火傷を負った場所の程度を、衣類の損傷、肺が受けた損傷などを調べた。ボイトは、噴火活動が起こった時に、保護できる長袖の衣類と、マスクが生き残るチャンスを増させたと結論付けた。1989年4月、国際連合災害救済機構から接触を受けた後、ボイトは、コロンビアに戻り、 ガレラス山に行った。火山のふもとにあるパス都市の人々はガレラス山の騒音や振動で警告を受けるようになっていた。ガレラス山はネバドデル・ルイス山よりはるかに容易に登れることが分かったが地雷を埋められた土地が山の斜面の各所にゲリラ群を隠していた。ボイトはアメリカ地質調査所の地質学者ディック・ジャンダと共にハザードマップを作成した。 その危険地帯にはいくつか人の住む地域も入っていた。ボイトがガレラス山を離れる前に思いがけない水蒸気爆発が起こった。ボイトとそのチームはそれを予測できていなかった。パス都市に影響はなかったが、国連の自然災害救済ワークショップに出席していた6人の科学者が死んだ。噴火の前日に得られていた変形のデータを調査した後、ボイトは 変形に加速が起きていなかったことを発見した。ボイトはこの水蒸気爆発が起こる前に変形の加速を示していなかったと推量し、火山の監視システムが適切に働いていたことを確認した後にこの地を離れた。ボイトがセントヘレンズさんの地滑りが川火山の噴火を促進することをしっかりと予測していたことがモントセラトの政府の注意を引いた。 1996年3月、スー・フリエール・ヒルズ火山の溶岩ドームが膨れていることを心配し、島の政府はボイトに噴火を生むかもしれない、地滑りの可能性を評価するよう求めた。ボイトはクレーターが崩壊する可能性は低いと思ったが、約3分間でプリマス市に到達する可能性がある火砕流に関する心配を表明した。 山腹にあるプリマス市と村一つの住民が避難し、それから3年以内に火砕流が放棄されていた場所を襲った。これらの噴火に続いて、ボイトはモントセラト政府に助言を行うリスク評価パネルのメンバーとなり、科学者のチームと共にカリブ海安山岩溶岩、島生密地震測地学観測所を共同設立した。ボイトは イギリスのブリストル大学の地球科学者、スティーブン・スパークスと共に島で研究を継続し、太陽における地震波と爆発を使って、スーフリエールヒルズを解析する試みとして、シー・キャリップス観測所を設立した。この研究で、多くの発見があった中でも、モントセラとの西側の下に北西に向かう、大きな断層があることを見つけた。ボイトはその学生たちともに、火砕流、 火山に起因する地震動、火山岩なだれ、火山噴火予知を解析した。また、ダム、トンネル、原子力発電所のための地質工学コンサルタントも、勤め、フランス、インド、ソマリア、パプアニューギニア、カナダ、トルコで、さらに、アメリカ合衆国で土木工学的プロジェクトの計画を助けた。ボイトの研究は、溶岩ドームの崩壊、清掃火山、 活火山の監視、火砕流に興味が及んでおり、アイスランド、コロンビア、日本、カムチャッカ半島、インドネシア、西インド諸島、イタリア、チリにまで足を運んだ。土木工学の知識と地質学の概念を組み合わせ、新生岩の歪みを測るために、現在広く使われている、非弾性歪み回復手法を開発した。地質学者のチームとともに、 物質欠陥予測手法も開発し、山の周辺の地震と変形のデータにおける変化に基づいて火山の噴火時期を予測した。現在はアメリカ地質調査所の火山危険性対応チームのメンバーであり、日本、フィリピン、インドネシア、チリで噴火の恐れがある火山に対応している。ボイトはその経歴を通じて地質学と火山学の教授、 またそれら学者としての専門的業績に対し多くの表彰や賞賛を得てきた。1984年、イギリス土木学会がボイトにジョージ・スティーブンソンメダルを授与した。これは、ボイトの提出した論文の中でもその学会誌に掲載された最良の論文を認知したものである。同年、アメリカ合衆国岩石力学に関する。 全国委員会から岩石力学における研究について重要でオリジナルな貢献を果たしたとして賞を受賞した。1985年、フィリピンのマヨンさんの監視に貢献したことついて、その差し迫った噴火で脅威を与えられているレガスピ氏にとって重要なものと認められた。1989年はボイトにとって栄誉となる大きな年となった。 オーストラリアのマッコーリー大学から学術研究員の称号を受け、アメリカ合衆国岩石力学に関する全国委員会からは再度、そのオリジナルな発見について賞を受けた。著名な講演者としても何度か招かれている。1990年にはユタ大学の最高学部、1992年のカリフォルニア大学サンタバーバラ校、1992年の環境、 工業地質工学協会などである。ペンシルベニア州立大学の教授としての功績については、特にその研究に対して2つの賞を与えられた。1991年、物理科学と工学における結出した功績に対して、教員学者メダルを授与された。1990年、地球と鉱物科学カレッジから、その研究の優秀さについて、 ウィルソン研究賞を受賞した。ボイトの研究、教育とコンサルティングについて、アメリカ地質学会の工学地質学部門から2010年結出した功績賞が贈られた。2013年、国際火山学及び地球内部科学協会からソラリンソンメダルを贈られた。ユニバーシティカレッジロンドンで地球物理学と気候障害の名誉教授であるビル・マクガイアは、 ボイドが出席した会議のことを思い出して火山の不安定さと地滑りに関する結出した専門家と表現している。ボイドの同僚であるリチャード・グレーはボイドが受けた結出した功績賞を挙げて専門分野の最も輝かしく生産的なメンバーになっていると言っている。ボイドがその予測メカニズムを寄稿した時アメリカ地質調査所の地質学者ロバート・アイティリングは モニタリングデータの解釈において重要な政治家だとして称賛した。ボイトは多くの論文に加えて1965年以来14の著作を表しており、そのいくつかは W.D. ガンサー、R.T. チェイス、メアリエー A. ボイト、ジョージ・スティーブンスなどとの共調である。最新刊は2012年に出版したものである。ありがとうございます。